通ってしとこうかな。それだけやめましょう。大学への大学行きますよ。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。メインど真ん中でボタッチします。エンジンでボタッチします。ビリリ行きます。ニポッサか。どうしようかな。エンジンルーム、キッチンでいいわ。あ、エンジンなかった。はい、早いな。2位が待ちました。それでは待ってください。宿舎アーカイブ貨物の巻でした。エンジンなかったんでサバンナしときます。ミロンミロンかな。メイヤどうしようかな。一人切りたかったけど、まあ、いや、よいしょ。うん、よかった。はい、仕事。あやたんさんの死体が金貨物の金庫の場所です。はい、結構その方言ないですか。その前の死にあってラウンジのところでアヤタンさんとすれ違ってます。ラウンジ夢で、うん、だいぶ直近だと思います。情報、バイタル情報ないですかって茶色から月光さんに。理由があって逮捕と直近にか、バイタルを見てるんですけど、その前にアスタリスクを受け取りの往復間で死んでる。往復間で死んでる。シードロさん多分、メイン、違うな、メインの、配線やってた人って誰か出ます？結構直近です。多分それチードロさんで、その後、誰だっけ。あ、そうだ、アマトーさんが多分シャワーメインって言ってませんか。合ってます、合ってます。その後のバイタル情報です。なんで死体とも5秒から10秒以内と思ってください。そしたら、緑なんですけど、マテウスさんと展望付近で合ってるんで、まあほぼ無理かな。緑紫多分弾いてみたのか。うん、紫もいたんだ。うん、あ、ちなみにチードロさんも最終死人が、あの小宮さんも治った後エンジンから右の方に姿は見てます。その後赤が、メインの、女性のところで配線やってるチードロさん見てて、自分最終アーカイブ初期右の方行ってて、で自分がちょっとアドミン見てメインにアーカイブ2がついてるの確認して、赤が正面に行ってるって感じです。クラフトさんの前にアドミンを見て、シャワーを2
バイタル1音を見たのでどっちか死んでそうって思ったので1回シャワーに入ってその後死体がなくバイタルを見てバイタル1の人も特におらずで誰も死んでない、バイタル1多分それ雪風で何だっけ貨物の方から、バイタルを見てでそのままバイタル見た時には誰も死んでおらずエリキの、タスク途中までやって今最後セキュリティカメラつけてます。多分そういう時系列じゃないと思います。アマトウ君がバイタル見せたの。小見さんは明けぐらいです。多分。明けすぐです。うん、赤目線は実質にアマトウさんがチードロさん見てないかなっていうイメージなんで。実質は見てないです。シャワーでそのまま引っかかってるんで。うん、シャワーってそのまま引っ返してる。はい、じゃあ、経路言います。コミュナー折った後すぐアドミンを見て、そのタイミングでシャワーにバイタル1を見たので、死体がコミュナーってる時に左に結構いたので、右で死んでたら洗いそうっていうのもあったので、シャワー見に行きます。誰とも会いません。で、メインに行った時にラクトさんと会ってます。エレキに入ってバイタルに入ります。バイタルでも誰とも会ってません。その時にバイタルを見たら誰も死んでおらず、で、アスタリスク受け取りをして、戻ったら月光さんがいた状態で2歳上がってたです。一応一つ言うと、自分がメイン、富沢治った時のどこだっけ、エンジンかな？で、メインでタスクをやり、その後エレキに降り、で、診察見て、1死体上がっていたのですぐに貨物の方行ったら月光さんがおり、多分その時にキルクルが当たってないのかなんなのかですぐ下に逃げていき、自分がガソリンタスクをやり、その後死体が起きてんじゃないどこにあるのかっていうので金庫の方行ったら死体があったっていうので自分は月光さんをすごく怪しく疑ってはいます。あ、言われば、この話的には多分月光さんがいいですか、クジマですか。村視点、僕をグレイチに入れるんであれば、僕、対立位置、今のでライムさんでいいですっていうのを挙げております。自視点、バイタルを見たときに2人とも死んでおらず、アスタリスクを受け取ったときに戻ったら2人死んでた状態なので、はい、多分時系列がずれてるんじゃないですか。ちょっとその前に確認したいのが、岩さんって最終どこでした？最終エレキの中です。ガチャコン言ってます。コミュが開けた後に武器庫キッチ展望って言って、そこでモッツァンさんだけ見えたんですけど、紫、はい、分かんなくてごめんなさい。この後に行ったんで。でその後にキッチに石油エレキって言ってるんですよ。じゃあすれ違って合ってない状態ですれ違ってるのか。OK です。いや実践であと、はい、上から周りでもし来てる。のであれば水色のキルには関われるのかなってちょっとふと思っただけ、今左の方にいるんだろうなっていうのは話の推測からできてるんですけど、上から来てる、今のが時系列が嘘で上から来てる場合だったらルアさんは、水色のキルには関われるかなっていうところぐらい。ああ、なるほどなるほど。ちなみに時系列のいいと思います。ゼロ視点、時系列のズレでライムさんのせいで見られるんだとしたら、可能位置で出るのはラクタさん、イクカゼさん、どっちかじゃないの？次ボタンを押します。ああ、俺か。話させてください。了解です。多分挟まってる間、位置だからです。ああ、俺がベントで飛んだらライムさんにベント見られないかなって思うけど。多分見ると思う。
はい、また。え、見てる、下見てる。見て、見て。5番。5番 ?5 番です。死んで3秒経っており、ルアさん近くに誰かいたかを詳しく教えてください。私の近く、モッツァンさんしかちょっと見えなくて。え、どこですか？あ、エレキの真ん中5番です。5番で通報を光ってます。5番か。死んだのを確認して、そのままエレキに入って、8番から行こうとしたときに光ったので戻ろうとして、通報ボタンを押そうとして、先にボタンを押されている状態です。なるほど。あ、こちらの方が詰めれそうなんで、今回の最終指示を教えてください。アーカイブ、ピンク。紫、ピンク。手で直した方、あ、赤なんで大丈夫です。赤一応初期機右で直してます。扉開いたのは聞こえてます。了解です。あ、念のため宿舎全部開いてます。それだけ言うときます。この前の会議で多分電話消してます。うん、出たんじゃない。下降3ボタン、赤、右。うん。一旦さっきのお話していいですか。あ、どうぞ。はい、僕、アーカイブじゃない、ラウンジの上で、あやたんさんとすれ違い、あやたんさんは速攻下に抜けており、僕は配線2つ挟んで、で停電、爆速で直ったと思うんですけど、それを僕が直してます。その後下行って、ライミさんとすれ違い、バイタルなんで、僕視点は、停電爆速で直して途中に、ベント使うか、ライミさんの切るか、この2択です。なんで、停電爆速で直した時の、皆さん、見合ってる人は、白弾きできると思うんで、その時見合ってる人とかいませんか？僕は受け位置です。多分ね、そこは、精査できないと思ってて、位置からして多分見合ってるのって緑紫しかないから、それ以外は多分見合ってないので、うん、見合ってる人は出ないと思いますよ。うん、緑紫見合ってて大丈夫っていうんだったら、もう紫隠しろでいいと思いますけど、うん、そこだけ。いや、だってどっちみち緑切られてる時点でもう紫隠すでしょ、白で。うんうん、白角です。はい。紫白角で話を進めた方が絶対いいと思います。だと思うよ。やりきます。ナイスボタン。何も気にかけた。はい。そうだな。で、とりあえずマテウスさんは隠しの位置で雪風目線がいいと思っています。ちょっと裏目線で足りそうじゃないですかね。まあ、うん、全然からですけど、それはそれでいいと思ってて、で、アマト君の情報からでモッツァンさんが 3秒って言いましたっけ？多分3秒以内。あ、OK、3秒くらいでしょ。となると、モッツァンさんのキルに関われるのって、今情報を出してもらっているアマトー君自身、近くいたルアーさん、で、青の雪風なんじゃない？三択的に。で、それ以外多分関われないと思うよ。あのですね、見間違いじゃなかったら足元だけ誰かいたと思ったんですよ。ただ、気のせいの可能性があったから、ルアさんに誰か近くいなかったですかっていうのを聞いたんですよ。レバータスクをしてるルアさんを見てるので、うん、停電中ちょっと視界が狭かったんでモッツァンさんしか視認できませんでした。ちょっといいですか？はい、はい、ラフトさんってどこまで行っておりました？昇降機右、あのキルダブルキルが起こったターン昇降機右まで行ってる。自分が出した情報的にはアーカイミニとメインニがついてたので、そこを見に行くために移動してる最中に、シャワーのところで、アマト君とすれ違って、アーカイミニしたいない昇降機右死んでない確認してって感じです。あ、そういうこと。
オッケーです。ありがとうございます。あ、紫からちょっと質問があって、雪風さんっていつかテープタスクしてますか？うん、降りて一回アップロードをして、それからテープタスクやってる。で、テープタスク途中で一回止めて、停電直そうかなと思ったけど、開けたんで持ってもう一回テープタスクに戻った。そこにいたら殺されるからと思って。隕石で行ってるっすよね。うん。だからさっきの自分が、ね、あのグレーチに入るんじゃないっていうのは言ってる。はいはいはい。うん。ちなみにローラーしたのにどうしよう。ちなみに。直近貨物キルで多分詰めた方が多分寄せてあるから多分分かりやすいと思う。釣られる位置なのを分かった上で。対象を雪風さんってだけは伝えておきます。あとは他のメインにも固定キルダブルキルの時は雪風さんレフトさんで挟んでんじゃないのっていうのが僕の中で内心に残ってたので、雪風さんってダブルキルの時にカノイチ、いや、カノイチじゃないと思うよ。だって、ルアさんがサグでしょ。私がそうですね、石球からエレキに行ってるんで、うんうん、でエレキの方に行ってるんでしょ。で、メインの方だとしたら、うん、一風上上がってないとそのまま行ってるから、2つでしょ。おー、すごい。了解。表を入れてくださいね、皆さん。はい。ごめん、待ってよさん、ちょっと待てなかった。あ、でももうあとタスク1個やから大丈夫。先に一応タスクの数聞きたいですね。タスクどんぐらいかなって。結構かかります。結構かかりそう。了解です。あと2つか1つ。ちょくちょくバイタル見たりとか、アドミン見たりをしてたので。あ、了解です。一応、ダブキルの時にアマト君がライムさんを対抗に挙げたのはなんでかっていうのはちょっと聞きたいかなって思ったんですけど。バイタル情報の時間軸のズレを考えずに情報が合ってないからです。実践で見た時に、2人とも死んでないでアスタリスクの間で、2死体上がっているので、月光さんがそこで近くでライマさんを見たっていう情報を落とせるんだったらそこはもうライマさん対抗は抜けでいいです。あ、了解です。茶色さんが、バイタルまで行ったけどもう一回教えてもらっていいですか。コミュナリ終わった後にアドミンを見ます。シャワーに、バイタル1を見たのでどっちか死んでそうって思ったのでシャワーまで見て誰とも会ってません。で、そのまんまメイン通った時にレフトさんと会って、その後にエレキバイタルでバイタルでも誰とも会ってない状態で、バイタルを見て誰も死んでおらずアスタリスクを上げて戻ったら月光さんがすでにいて2死体上がってた状態だったんで、その会議ですぐに月光さん情報ないんですかっていう、落とせないですかっていうのを月光さんに言った。はいです。どうだろうな、追われるのってピンク赤の2ローぐらいか。ピンク赤2ローと茶色黒2ローぐらいか。いや、ピンク赤の二郎だったらさっきのモツアンサンキルができないと思います。ああ、そっか。そう、それはできない。じゃあ、だ結局、モツアンさんのキルに関しては、黄緑、茶色、青の三択なんだっけ。あ、落ちちゃった。あ、この会議だけ行ってもらっていい。釣り入れなきゃあかんと思うんですけど、マテウさんどこ入れたい。浜どこかな。対抗位置ルアさんで出しておきます。配置だけお願いします。はい、右行きます。コミ行く。わかんねえ。Thank you.
あーくっそ、ナイスでーす。ごめん、ごめんなさい。あれ、ゲタジさんってダブキルの時って弾けたんか。完全に弾けないっすよ。ですよね、うん、弾けないから、みんなで弾けるっていうから、弾けないから弾けるように聞こえるように誘導してる。みんなで弾けるって言い出すから、じゃあルアさんしかなくないってなったんですけど、モッタンさんの死体のすぐ近く雪風さん多分いたんすよね。うん、いましたよ。ですよね。ギリギリ多分苦しかいで見えるか見えないかのところにいた。足元なんかちらっと見えたような気がしたんですけど、確信がなかったからルアさんに聞いたんですよ。月光さんが診察室に下っていくのが見えたから速攻切って 即レポ。ちなみにチードロさん切ったのはメインの除染のところのあたりに一人入ってるの見て、そこで切ってすぐに降りてセキュリティ、うん、チードロさんが自分がメインにいるときに入ってきたのに言ってるんで、情報を一個も出してないっていうのは、あー結構なんだっけな、上さんが下から来たよっていう話が出てたけど、実践だったらそこ見えてないから上から来てる説もあるよねっていうので、ジャブは入れてる。